はい、こんにちは、車小僧です。また今日もね、素敵な車見つけちゃいました。 めちゃくちゃかっこよく仕上がってます。車こちらになります。ドーン。こちら210系のマジェスタになるのかな。本田さん、今日はありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本田さん、差し支えなければ、はい、ニックネームでも構いません。お名前の方。はい、柴です。柴様、はい、ありがとうございます。車種から教えてもらっていいですか。21マジェスタの、はい、F バージョンになります。 F バージョン、一番上、はい、一番上です。いや、もうやっぱこだわりで探して、あれですか、車探すときに。そうですね、その前もアルファードとか、まあ、IS も乗ってたんですけど、はい、もうずっと 3.5 乗ってたので、はい、まあ、買うなら 3.5 だろうと。なるほど、よくね2.5 買って後悔する人多いよね。パワーが足りないとかね。そうなんですよね。ありがとうございます。はい、これ乗られて長いですか。まだ1年ですね。おお、じゃあ今めちゃくちゃ楽しい頃。そうですね、楽しい頃ですかね。はい、ノーマルで買われたんですか、買った時。そうです。そうすると、まあ、全体的なカスタムスピードは速い方かな。いやー、めちゃめちゃ速かったですね。本当に速かったです。ノーマルなんて多分1ヶ月ぐらいしか乗ってないです。そのパターンですか。はい、でも車決めて、もういきなり行きつけの工場さんで。いや、これ全部自分で。そうなんですか。はい、はい、すごいな。はい、もう全部やってます。ほんと板金塗装以外は本当ほぼほぼ全部ですね。あ、そうなんですね。はい、すごい。じゃあ週末空いた時間とかでせこせこやって。そうですね、素晴らしい。はい、その車ね、見ながらいろいろ聞いていきたいと思います。はい、これがまたね、これパールホワイトでいいんですか。そうですね。あ、純正ですよね。純正です。この方のイメージって、僕この210っていうとなんかブレイクしたのがアスリートのイメージがすごい強かったんですけど、はいはい、最近この取材させていただく中でロイヤルだとかマジェスタ見ると、いや、また違った感じでね。あ、はい、うん、なんか増えてきた感じなのかな、街中でも。そうですね。うん、いや、かっこいいわ。これフロント周りでカスタムされてるポイントってあったりするんですか。フロント周りで言ったらやっぱモデリスタと、はいはい、あとこれ結構気づかれないんですけど、はい、工具が、はい、オプションのホグでして、はいはい、普通はホグだけなんですけど、はい、上半分がデイライトかになってるやつなんですよね。すごい。これって普段この方になるとどうなんですか。ヘッドライトの中にも、この中にもデイライトってあったりする。デイライトは確かないですか。後期になると確かあそこが光るんですけど、はい、前期はもう光らないんですよね。あ、そこがフォグのところで。そうですね、上半分が常にデイライトみたいな感じで。あ、すごい。この顔はね、まあ、変えようがないというか、かっこいいからね。そうです ね、昔の VIP だと結構グリル変えたりとか、ちょっとインナー塗ったりとかですけど、やっぱりデザイン性がすごくいいから、なんか加えようがないっていう部分。そうですね、本当にやっぱりモデリスタ率が高いですもんね。そうですね、モデリスタ、そうですね、もう買うときは絶対モデリスタはつけようと。その辺も純正ですもんね、王冠もね。そうですね、プリクラッシュになってるんですかね。そうですね。この方って自動運転ってついてるんですか。自動運転は追従みたいな。追従ですね。追従か。はい、これがかっこいいんだよな。うわ、またチョイスもね、高級品だ。これは BBS の LM、 LM です。サイズって20インチですね。はい、これもう9J10J とかそんな感じですか。9.5 の10.5 のこれ GTR サイズですね。はい、ああ、出ましたね。はい、GTR サイズってごめんなさい、僕無知でありますけど、普通に BBS さんでカタログ見て買えるもんなんですか。はい、あ、買えます。あ、買えるんですね。はい、これもうオフセット的にはどうなんですか。結構アームとかいじんないと入んないサイズなんですか。フロントはノーアームでもいけるかなと思うんですけど、後ろは、はい、そうですね、アーム入れないとおそらく内巻きフェンダーなんで入っていかないですね。はい、あ、そういうことですね。はい、そう、これね、これみんな出してますもんね。そうなんですよね。すごい今日分かりやすい、はい、内巻きフェンダーね。そう、内巻きフェンダー。そうなんですよ。あえて入れてるっていうのが、逆に言うとカスタマーとしてもね。はい、あー、すげえなー。これでごめんなさい、100万ぐらいするんですか。5A か。これは、はい、タイヤ入れちゃったら。タイヤ入れても60ちょいぐらいですね。あ、そんなもんなんですか。はい、そんなもんつうのは最近なんですけど。そうなんだ。もう俺がおかしくなってきたわ。みんななんか最近100万超えとかの。そうなんですよね。あ、でこのディスクの色も純正というか、もともとあるカラーとか。そうですね、カタログにあるカラーですね。タイヤも多少で結構引っ張ってんのかな。結構そうですね、引っ張ってますね。タイヤ、はい、車高って何で落としてるんですか。これはエアサスです。エアサス、はい、こちらのなんですか。これがオリジナルなんですよね。あ、はい、そういうことですね。はい、ショップさんで作ってくれるエアサスみたいな。そうですね。後でちょっと通常走行車高のスタイルっていうのが僕大好きで見たいので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でこれサイドもモデリスタさん、はい、モデリスタですね。綺麗だな、このラインだな。本当に純正ヤロがかっこよくなっちゃいましたね。本当ですね。本当にいいですね。本当にステディアのこのね、
素晴らしいな、この足回りのセッティング、はい、この辺も全部自分でやられるんですか。はい、すげー頑張りました。なんだよね、いや、はい、これって本当にやっぱり奥深くてオーナーさんに聞かないと、はい、なんか履いて、はい、手浅すくんで、はい、しゃげて、はい、仕上がりましたではないんですもんね。そうですね、かなりも何回アーム取り外したか分からないです ね、はい、取り外したりリフトから下ろして販売見て、はい、でまた上げて、そうですね、でもやっぱり自分でやるからこそ自分が求めてる形で納得いきますよね。そうですね、とかだとね、やっぱり何回もこれじゃない、はい、あれじゃないって言いづらいっていう部分も、ね、そうなんですよね、まあ、自分でやってしまえば、ね、あとまあ達成感が本当すごいですね。あ、そういうことですね、はい、来た来たこれこれって感じですね。そうですね、本当そうですね。ただこの内巻きがなかなかって感じで、ネックでした。あ、はい、いや取材させていただいてて内巻き内巻きってお話伺って、でも大体オーナーさん出しちゃってるんで、はい、こういうことだよね、こういう分かりやすい、綺麗だわ。でリアもモデリスタさん、モデリスタですね、もちろんもうハイブリッドだからマフラーはやってないです。やってないですよね、はい、もうやってないです。もうやる予定もないです。ないですよね、はい、これエンジンって何 cc になるんでしたっけ。3500です。3500か、はい、V8 じゃなくなっちゃった寂しさもありながら、そうなんですね、やっぱり時代に乗っかって現行車は現行車の良さっていうのが、そうですね、ございますもんね。ちょっと最上級グレードの内装を、あ、はい、拝見させてもらっていいですかね。現代だよな、すごいウッドコンビが入ってて、この方はあれでしたっけ、マジェスタじゃないとウッドコンビがないでしたっけ。そうですね、そうですよね、マジェスタだけちょっと違うんですよね、やっぱもう特別扱いされてる。そうですね、パネルもまた違うな、ちょっとゴールド入ってるような、やっぱ上級グレードならではの何か機能ってあったりするんですか。やっぱリアになるんですかね、なんか変わるっていうのは。そうですね、やっぱ大きさだけですよね、リアの、はいはい、方向性はリトル3ですね。そうなんですよね、エアスペンサーじゃないですね。僕が好きな。ありがとうございます。じゃちょっとリアいいですか、見させてもらって、はい、ドア長いな。ドア長いです ね、あ、いい感じだわ。あとさっきおっしゃってたスーパーライブサウンドシステムか、はい、その辺がついてるわけですね。そうですね、スピーカーの数だとかその辺が違うんですかね。そうですね、まあ、天井とかにもついてるんで。天井にもついてるんだ、はい、スピーカーついてる。おお、本当だ、空気清浄機じゃないですねこれ ね、 そうですね、上から音が出るんだもんな。そうです、音いいですか。いいですね、映画かなんか見たら最高かもしれないですね。そうです ね、結構 、はい、アクション系のね。燃費も20キロぐらい走るんですか。そこまでいかないですけど、はい、普通に走っても14とかですかね。そういうことですよね、はい、今日撮影させていただいてるサンマルセルシオとかになるとね、死後ですからね。そうですね、もうすごい天国ですよね。そこだけはね、3天候で14、そう、そういいなと思いますよね。燃費なんて気にしないっていうのでね、車好きとしてやってますけど、やっぱりいざ目にしちゃうと。そうなんですよね、そう、やっぱり燃費いいに越したことはないですよね、はい、やっぱり20年前とガソリンの値段も全然違いますからね。そうなんですね、コストが違う。どうですかこの車の、まだ1年ということで、はい、まだまだって感じですか。そうですね、ブレーキまだ入ってないですもんね。やる予定はあります。あります。年内なんかやる予定のものお話できる限りで。年内って言ってしまえば、はい、もうちょっとモデリストが結構ボロボロなので車外にしようかなと。あー、そうですね、はい、フロントだけ。あとは後々、まあ、あとブレーキと、はい、ボディも結構傷だらけとかもあるので、はい、いつかは同じ色に塗るか。あ、塗っちゃおうか、磨きじゃなくて。磨きじゃなくて、はい、塗ってしまおうか、血が思い切って違う色に変えてしまおうか、はい、と思ってます。なるほどね、はい、なるほどね。1年でこの姿にしちゃうオーナーさんですからね。半年後あったらまた大きく変わってる可能性もあります。若干変わってる可能性もなくはないですよね。なくはないですよね。、はい、じゃああとちょっと最後に走行車庫、はい、ちょっと見させてもらっていいですか。おー、早いわ、早っ。これが走行車庫です。うわー、またこれもギリギリのところでセッティングしましたね。はい、かっこいいな、かっこいいわ。もうスーッと上がるんですね、音もせず。また今後こういうミーティング出席させていただける機会があった時はね、変わってたら、変わってたら、はい、取材させていただきたいと思いますね。その引き続き車小僧チャンネルご好意に、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。インフィニティ945です。はい、シュンと申します。シュンさん、はい、これがまた僕をくすぐるな。あ、ちょうどいいわ。じゃあちょっとそのまま内装見させてもらっていいですか。左だもんな。よろしくお願いします。